小木曽です。ゆりやですって言おうとしちゃった。ゆきさきです。ゆりやです。してるでしょ。気を取り直して、はい、小木曽です。木崎です。噂の食べ合わせ検証動画確かにいつも企画って言ってるわ。あということで、はい、まあ、一般的な食べ合わせといえば、うんうん、プリンに醤油。醤油で、お、もうやってくれるの。プリンに醤油をかけて。絶対普通に食べた方が美味しいって。ウニ好き？ちなみに私ウニをあんまり食べたことがなくて、あの海鮮が苦手で、生の。そうだ、ちょっと私食べても分かんないから。とりあえず初ウニこれっていうこと。いや、ちょっとやるよ。プリンと醤油食べてみなよ。でも目つぶったら、お寿司屋さんで並んで出てきた。そうだよ、出てきたよ。回らないお寿司です、ここは。どうですか、ウニのお味は。プリンと醤油だよね。誰が言い出したんだろうね。なんか甘さがやっぱ勝ってきちゃうから。じゃあ分かった、割合が重大なんじゃない。あ、醤油多めで。死なないよ。ちょちょちょ、私が食べても分かんないよ。食べてみなんでよ。鼻に通さずに口の中だけ食べたら、うん、それも味しないよね。ということでですね、まあ、一般的にはそう言われているので、うん、そのスタッフさんがネットでいろいろ調べて、うんうん、その食べ合わせをね、クイズにしてくれるので。なるほど。はい、私たちは出てきたものを食べて、それが何の味と言われているのかを当てる。なるほど。はい、当ててそれが成立するのかを検証するということです。はい、ということで、はい、早速やってみよう。大丈夫かなみたいな。怖いことしようとしているから、不安、不安、とても不安。これさ、実はさ、検証とかなくてさ、ただスタッフさんがたださ、変な組み合わせで食べさせたいみたいな。最悪だな。やば。うわ、やば。どうぞ。ちょっと、なんか、老舗のおかみのテンション出してくるのかつか。キュウリに、ハチミツ。私、キュウリさ、苦手？あ、だってバッタの味しない？いや、しないでしょ。好きなの、キュウリ。別に好き。食べてみるわ。食べてみて。いただきます。何かっていうのが大事ですからね。いける？蜂蜜がね。てか外側そんな皮食べても平気なの、キュウリって。おいしい？うん、おいしいかどうかだっけ、一回教えて。意外とおいしい。あ、わかったかも。はぁ、食べたくない。ありかも。あ、匂いが。こういう料理ありそう。あ、匂いが、やば。はい、頑張って。ちっちゃい一口、こんぐらいしか食べてない。それで当てられたら別に。くっさ。え、ちょっと待って、なんだ。口閉じて食べて。なんだ、くさ、なにこれ。待って、何でもないんだけど。王道なやつ。え、メジャー結構食べてる、頻繁に。え、マジわからん、なんだろう。まあ、とりあえず行ってみる。私当てる自信あります。いいですか、言って。せーの、メロン。海水。メロン、確かに。なんで言った？海水。海水なんかわかんない。え、メロンだ、やっぱり。いや、待って、それで言ったらごめん、私メロンもあんま食べんへんから。食べんへんから。何そんな変化よ。確かにメロンやわ。メロン。口の中で混ざるにつれて、蜂蜜とキュウリが、うん、メロンの味した。確かに、メロンだわ。海水って何？なんかさ、キュウリがしょっぱいからかなんか、それとも私の唇の問題なのか。唇じゃない？今舐めたらちょっと塩っぽくて、うん、ちょっと見た目が。キュウリに蜂蜜で、メロン。あ、わかった。これをさ、じゃあさ、あれだよ、あの、ミキサーにかけてさ、ジュースみたいな感じにしたら美味しくいただける。あ、じゃあ作りましょうか。いらない、飲んでくれ。大丈夫。次行ってみよう。わぁ、なんだそれは。まさか砂糖じゃないよね。これで太らせようとしてるんだろうね。出たよ、この企画。私を太らせようとしてる。いつもそうなんだよ。麦茶に砂糖。混ざってないよ、ちょっと混ぜさせて。なんだろう、麦茶っていうのがポイント。いただきます。麦茶がポイント。なんだろう、紅茶。普
見たら紅茶なんだけど、なんか普通すぎるよね。変な味ってことでしょ。でもフルーツっぽいんかな、やっぱウニとか。ウニから離れて。ウニ。小麦の香りと甘み。想像つかねえ。全然スタッフさん混ぜてくれるんだけどさ、全然混ざってない。目悪いんちゃう。態度悪くなってくる、こういう企画になる。ピンとくる？なんか違う、さっきと。なんかでも食べたことある。飲み物です。え、飲み物、そういうこと。え、答えどうぞ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。当てる、絶対に当てる。メジャーなんですよね、私たちって。食べたこと、飲んだことあると思います。無視しないで。ちっちゃいですよ。ちっちゃい時、まあ大体の人が飲めるね。ある時から飲まなくなる。え？まあ別れるから。うん。母乳しか出てこない。子供が飲むもの。私は風邪のシロップ。風邪、子供の頃ってさ、風邪シロップ甘いやつ飲むじゃん。それ？ちょっと待って。え、待って。待って待って。なんだろうなんだろう。そうだよね。甘酒？ちっちゃい頃飲まないでしょ。な。コーヒー牛乳？はぁ？コーヒー牛乳でしょ？え、そう思った。カフェオレってことでしょ？え、飲んで。暑いな、今日。カップ飲みたいなぁ。あ、いいところに、コーヒー牛乳が。目つぶってる。わからん。これは、胸を張って言える。この検証は立証しません。これコーヒー牛乳はないよ。待って見て。また麦茶だ。新しい次のやつ。私まだ喋ってんだけど。もう終わってんの。麦茶に炭酸？炭酸？え、麦茶に炭酸？なんで怒るの？飲んでもないのに。分かった。分かった。言ってみて。分かった。当てていい？待って、ダメダメ。なんだか分かっちゃった。知らん。洗剤？ねえ、食べれるもの、口に入れられるもの。コーラ？分かった私。え、うん。ビール。ビールか。ノンアルコールビール。お、ノンアルビールだ。確かにノンアルビールだ。待って、すごいね。じゃ、多分これは原理としてはビールも麦でしょ。に炭酸でしょ。あ、知恵で買ったってこと。そう、そもなんかなんとなくそうかなって思って飲んだらビールだと思った。このさ、炭酸がさ、うん、なんか微炭酸すぎてさ、がめっちゃノンアルな味。あ、そうなんだ。ビールとノンアルビールもなんかちょっと違うのよ。うんうんうん。じゃあ今日は配信、あ、生配信、今日この後配信あるんですけど、これで。おひちゃんこれでいけばいい。あ、そうだね、うん、ビール乾杯。ノンアルビールです。これ美味しいの？普通に飲んでてどう？いや、ビールの味はまず好きじゃないから。そっか、うん。でもすごいな、炭酸入れただけでそうなるんだ。飲んでたらビール飲んでる気持ちにはなれるかも。うん、なんか酔えそう。頭がお狂いになられてる。酔えそう。あ、でもいるよね、あのノンアルガンガン飲みながらさ。そう、ちょっとまたプリン出てきた。やばプリンにソース。基本的にウスターソース。ウスターソース。木崎さん、先に食べなよ。私がずっと食べてたから。見た目的にはなんかウスター。いただきます。え、プリンに醤油がウニだったんだよね。うん、わかる。お好み焼き。それもソースの味だけじゃん。こうやって食べるとやっぱ改めてプリンってうまいな。プリンとソース、ウニ系全然関係ない。マジで当たんねえな。なんだろう。え、なに、ちょっと待って、当てたい。ゆば。ヒントいります。うん、いります。横にキャベツ。わかった。とんかつ。わかった。じゃがいもコロッケ。はぁ、とんかつ。え、でもね、ちょっと脂身の多いロースカツの甘みの感じ、すごくない？私、あの、あれだよ、肉の食感を考えちゃうと
味、そう、その脂身の甘さ。ヒレカツとかじゃもうロースのとんかつ。あなたすごい食べ合わせの僕わからない、あなたすごいラストいいですか。あ、ラスト。ちょっと最後ぐらい当てたいよ。私今結構当ててません？やっぱすごいね。やっぱさすがにさ、うん、料理をちゃんとしてるグルメな女とか言われたことないけどグルメ担当、グルメ担当の割にはうまい棒全然当たんなかった。確かに。どうバニラアイスに醤油。どうぞ。あ、危ない。なんかこれだけ涼しげなお皿で出てきた。確かに夏を、うん、感じさせる。食べっ面。救えねえ。醤油にバニラアイス。最後も当てよ、二人で。よかった。いける？うん。せーの、みたらし団子。え、なんで言った？カニ？カニ、カニだと思って食べたらカニじゃない？カニじゃない。みたらし団子ですね、これは。あー、でもわかんなくもないかも。カニ味噌？うん、なんかぽい味はするかも。まあ、カニ醤油かけて食べるもんね。ということで、全滅。私結構当てたんじゃないですか？うん、何問あったっけ？6問。うん、6問中、私でも3問ぐらい正解した？半分ぐらい。すごいね。木崎さんは？ゼロ。これはどうなんですかね？でも一番ビールがすごかった。あ、そうだね。あんま飲まないのにね。うんうん。まあ、ということで、検証結果。人によるということで、皆様もし気になった検証があればぜひお家で、結構身近なね、今日はものでできたので、うんうん、意外と好きだったのは、そう、きゅうりと蜂蜜でメロンと、うん、みたらし団子、バニラ。これは確かにみたらし団子だね。バニラアイスと醤油。うん、木崎さんはなんかお気に入りの味ありましたか？僕は、あ、特にゼロではい、ということで以上、おぎそさんと木崎さんでした。美味しかった。美味しくなかった。はい。はっきり言いすぎ。よし。